南海本線は、大阪府大阪市中央区、何枠の南場駅から、和歌山県和歌山市の和歌山市駅までを結ぶ、南海電気鉄道の鉄道路線。本線という路線名ではなく、社名略称を冠した、南海本線が正式な路線名である。南海本線自体を指して、または、南海本線に接続する、各支線を含めて、 通称南海線、南海電車と呼称される。路線シンボルマークは波しぶきをイメージしたもので、ラインカラーは青。高野線と並ぶ南海電鉄における主要路線である。南海本線単体としては大阪市和歌山市間の都市間輸送を担う近郊路線であるが、空港線を経由する関西国際空港へのアクセス路線、さらには 和歌山高線を経由する和歌山港へのアクセス路線の性格も帯びており和歌山港徳島高官を運行する南海フェリーと本州市国連クルートを形成している大阪平野では南海本線の東側に競合路線の西日本旅客鉄道半和線が並走しているが大阪府と和歌山県の県境付近における経路は大きく異なっており 距離は短くなるが山岳区間が長いオスの山峠越えの半和線に対して南海本線は距離は長くなるが山岳区間が短い甲子峠越えで和歌山市へ至る。全線でピタパ及びイコーなどピタパと相互利用可能な IC 乗車カードが利用できる。ただし乗車回数に応じて割引が適用されるサービスはピタパのみが対象となる。 南波駅隅の、A、駅間は複々線であり、このうち南波駅、岸士の里玉出駅間は線路別複々線で、東側2線は高野線の列車が使用している。今宮指び駅と萩野茶屋駅は西側2線に、ホームがなく、南海本線の列車はすべてこの2駅を通過する。そのため、高野線の再開種別の列車は、各駅停車と呼ぶのに対し、 南海本線の再開種別の列車は、普通あるいは、普通車と呼んでいるの解説も参照。岸の里玉田駅住之江駅間は、方向別複々線で、下りの外側線、上りの内側線は普通、下りの内側線、上りの外側線は、準急以上の列車が走る。立体交差化については、南馬駅石津川間、松野浜駅大津川間、岸和田駅周辺、 海塚駅西木の浜駅間の小木川周辺、泉佐野駅周辺で高架化が完成している。2015年4月時点では、石津川高石駅南側の堺仙北道路、手前までの区間で高架化工事を進めている。このうち、石津川から羽衣間は2027年度末に完了する予定。羽衣高石間は2021年5月22日に、 完了した。2015年に行われた大阪府の第3回建設事業評価審議会の資料によれば、羽衣も高石間の上り線交換切り替えは2019年春の予定となっていた。高野線や南海本線と並走する JR 半和線と比較しても相当進んでおり、いわゆる開かずの踏切の問題や、それに起因する交通渋滞についても、 戦術の周辺路線と比べてかなり解消されてきている。沿線には都心の高層ビル群や工業地帯のほか、日本の大手施設ではあまり例のない線路沿いに海岸線が至近距離から見える区間がある一方で、短距離ながら峠越えのトンネルもあるなど、車窓からはバラエティに富んだ風景が見られる。また、路線自体の長い歴史も相まって、 開業以来現在まで民営を貫いてきた路線として唯一鉄道昇華において当線の駅や沿線風景が歌われている。以下に示す記述はすべて南波和歌山市方向における記述であり、逆方向に関しては順序が逆で、その風景が見える方向も左右逆となる。始発の南波駅は9面8線、乗り場は1から9番線の構造を持ち、 南海本線の列車はこのうち5から8番線の西側4線を使用する。南波駅を発車するとすぐ右にカーブし、右手に南波、パークス山田電気ロビー1南波、久保田やニコニコ乗りの本社社屋、南海電気鉄道本社の入る南海南波第1、ビルなどを、左手に日本橋電気街などを見ながら、阪神高速1号環状線をくぐり、 高野線の各駅停車のみが停車する今宮恵比寿駅を通過、国道25号を越え、左手に通天閣が見えるとほどなく、JR との接続駅であり、全列車停車駅の新今宮駅に着く。新今宮駅と二駅先の天下茶屋駅の南海本線下り線ホームは、共に高野線の上り線と島式の同一面ホームである。 新今宮駅の下を通る JR の大阪環状線、関西本線を高高かでまたぎ、左右に鎌ヶ崎あるいは愛林地区と称される土屋街を、また左店舗には高さ日本一の高層ビル、安倍のハルカスを望みながら、やはり高の線の各駅停車のみが停車する萩野茶屋駅を通過すると全列車停車駅である天下茶屋駅。かつてはこの駅から、 天王寺支線が分岐していたが、1993年に大阪市営地下鉄堺筋線が同駅まで延長されてからは、その一部区間が代替を担っている。1980年までは、南海の車両工場もあったが、同年高野線千代田に移転し、跡地には大阪フィルハーモニー交響楽団の練習場や、スーパーマーケットが建っている。 天下茶屋を出て高野線の事実上の本線が左に分かれると同時に右側から同線の事実上の支線である通称潮見橋線が近づいてくると島式ホームの岸の里玉出駅。岸の里玉出駅は高野線ホームが長い連絡通路を経た東側に潮見橋線の単式ホームが本線の西側にある構造。この駅を境に線路は 線路別複々線から方向別複々線となり、環球分離運転が行われる。またこの複々線区間では、墨の江建築への出入庫の回送電車も多く、列車密度が高い。小浜駅を過ぎて、左側に墨吉大社の車地が、右側に墨吉公園が見えると、墨吉大社駅、国道479号を乗り越えながら、 右にカーブをすると右側に、墨江絵建区を併設する墨野江駅。福福線区間はここで終了し、右から近づいてくる阪神高速15号堺線を斜めにくぐりながら大和川橋梁を渡って、堺市に入り、地下を通る阪神高速6号大和川線を乗り越えながら、右にカーブをすると、七戸駅に至る。駅手前のカーブの右側には、 阪神高速の鉄砲出入口の掘割と4モール、堺鉄砲町があるが、この場所は、富士フィルムホールディングスの源流でもある、ダイセル化学工業の発祥の地である、同社本社、大阪製造所堺工場の跡地であり、旧社屋にあった、堺セルロイド時代からの赤レンガ建築の古い建物が、同モール敷地内に、モニュメントとして残っている。七道駅を出て、 ほぼ直線上にしばらく進むと、最初の環球接続駅である、堺駅に着く。堺駅を過ぎると周辺には、住宅地や商業地の他に、阪神高速4号湾岸線や、堺仙北臨海工業地帯の工場群が、右側の車窓に近づき、また左手遠方には、仁徳天皇陵や離中天皇陵とされている巨大な、墳丘が見えるようになる。 堺井市の目抜き通りの一つである、フェニックス通りを乗り越えた後、港駅、石津川駅を過ぎて石津川を渡ると、線路は、南場から、ここまで続いてきた高架を降りて地上に移る。上下ホームが、千鳥式に配置された諏訪の森駅に近づく頃から、あたかも、阪神間モダニズムを思わせるような、高級住宅街が、線路の周辺に見え始める。右側に、 浜寺公園が見えると、半海電気軌動半海線をくぐって、浜寺公園駅。この駅の旧駅舎と諏訪の森駅上りホームの駅舎は、国の登録有形文化財に登録されている。線路は、その後仮線を経由して高架へ移る。高石市に入り、ほどなく、高の浜線、JR 羽衣線との乗り換え駅である、羽衣駅に着く。 この駅手前左側の高架上に JR 羽衣線の東羽衣駅がある。かつてこの周辺が海水浴場などを有する行楽地であったことから1990年代まで羽衣駅の周辺には大規模な観光旅館がいくつか存在したが現在はいずれも廃業し姿を消している。またこの駅付近の踏切は JR 半和線を建設した。 阪和電気鉄道と南海との熾烈な競争の象徴でもあったが、南海の連続立体交差事業に伴い、戦術の通り2021年5月をもって廃止された。高架化工事のため長期運休中の高島浜線の線路は、しばらく高架下右側を並走するが、やがて道線は高架に上がりながら、右側に分かれる。 新港住宅街の間をしばらく進むと対比線のある高石駅。線路はその後地上に降り、堺仙北道路をくぐると線路は泉大津市に入って北助松駅。不動飛んだば泉大津線の古線橋をくぐった後、すぐに高架に上がり、松の浜駅、続いて島式2面4線の泉大津駅に至る。泉大津駅は、 急行以下の種別の停車駅であるが、例年夏季に、周辺で大規模な野外ロックフェスティバルが開かれるため、当日には一部の特急列車が、臨時停車するほどの賑わいを見せる。泉大津を出ると線路は左にカーブをする。大津川を渡ると線路は地上に下り、忠田岡町に入ると、道町唯一の駅である、忠田岡駅に達する。すぐに、岸和田市に入り、 不動岸和田牛滝木山貝塚線の湖泉橋を、くぐりながら、右にカーブをすると、右側に、岸和田競輪場が見えて、春木駅に至る。かつて、春木駅は、春木競馬場の最寄り駅でもあったが、現在は、岸和田市中央公園となっている。泉大宮駅を過ぎて、高架を上がり、右にカーブをすると、岸和田段じり祭りの時期に大きな賑わいを見せる、岸和田駅に着く。 岸和田を出ると再び右にカーブをして、右側に岸和田城を見ながら、高架を降りると、多古地蔵駅、さらに、カーブを繰り返しながら、貝塚市に入ると、水間鉄道水間線との乗り換え駅である、貝塚駅に至る。水間線が左に分かれた後、南海の線路はやがて高架に上がるが、不動岸和田牛滝山貝塚線を乗り越えて、左右にカーブをするとほどなく、地上に降りる。 この辺りから徐々に住宅地の他に田園地帯が広がり始める。西木の浜駅を過ぎると線路はその後しばらくの間、ほぼ直線上になり、関西国際空港の玄関口である泉佐野市に入って鶴原駅、茨里駅と続く。その間に右前方にはリンクゲートタワービルやリンクプレジャータウンシカルの大観覧車が見え始める。線路はほどなく、 高架を上がり、右にカーブをすると、空港線との乗り換え駅であり、また、大阪市内駅を除く、南海本線唯一の全種別停車駅でもある、泉佐野駅に着く。この駅は対比設備の他に乗り換え専用ホームを、有する島式3面4線の構造となっており、ダイヤ上も和歌山市方面と関西空港方面の、列車が容易に対面乗り換えできるように配慮されている。 泉佐野駅を出ると、空港線と、しばらく線路を共用するが、左に、カーブするとすぐに、空港線は右側に分かれる。高高かの JR 関西空港線、関西空港自動車道、地上を通る国道481号と、立体交差すると線路は地上に下り、住の江県尺羽倉崎県車宿を併設する、羽倉崎駅。ここからは、 ラッシュ時を中心に本数が減少する。左側には、道剣社宿、右側には、かつての巨大な宝石工場の跡地に立つ、高層マンション群や商業地を見ながら、田尻町に入る。不動泉佐の岩で線と重複する不動、境阪南線の古線橋をくぐると、吉見の里駅。下市、井川を渡り、千南市に入ると、岡田浦駅。ここから、 タルイ駅までの区間はかつて右側の車窓から大阪湾を間近で見ることができたが、現在は埋め立てが進み、リンクタウンが造成され、車窓からはイオンモールリ臨空線南などの商業施設やいくつかの工場などが見えるようになっている。2カ所の道路橋をくぐり、タルイ駅を過ぎて、不動泉佐の岩手線のバイパスの古泉橋をくぐってから男里川を渡ると、 阪南市に入り、同市の中心駅で特急サザンも停車する尾崎駅に着く。尾崎を出て左右にカーブし、鳥取の正駅を過ぎると右側の車窓に大阪湾の海岸線が間近に迫り、遠くには関西国際空港や空港連絡橋も望むことができる。また左側には不動赤山阪南線も並走する。一旦海岸線から離れ、 反南スカイタウンなど周辺の住宅開発が目覚ましい箱作り駅に至る。ここから先はカーブの連続区間となり、優等列車も若干速度を落として運転を行う。再び海岸線が見え始め、箱作り海水浴場や仙南理解公園が連なる。途中、階段を伴った空き地が線路両脇にあるが、 これはかつて計画されていた箱の裏駅の建設を途中で断念した名残である。再び海岸線から離れると線路は三崎町に入り、周辺に古墳が点在する丹野和駅を過ぎると、右前方に2020年3月で閉園した遊園地、三崎公園や長松自然海岸を要する大阪湾の海岸線が見え始め、ほどなく道公園の最寄り駅であり、 また、棚川線の乗り換え駅でもある三崎公園駅に着く。三崎公園駅は、森土上にホームを持つ構造となっており、その直下を、不動和歌山阪南線が、アンダークロスする。棚川線は同駅を出た後しばらく右側を、並走するが、やがて同線が大きく、右に分かれると同時に、南海本線も大きく、左にカーブをする。ここからは、雰囲気が一変して、 三間の区間となって、駅間距離も長くなり、不動和歌山阪南線がすぐ右側を、やや遅れて、第二半和国道バイパスもすぐ左側を、並走するようになる。途中、右側の車窓からレンガ造りの建造物が見えるが、この場所には、かつて深尾駅があった。いくつかのカーブを経て、甲子駅を過ぎると、第二半和国道バイパスが左へ分かれていき、 線路はいよいよ上りの急行バイク間に差し掛かる。甲子峠を越える第一甲子腰水道内で大阪府と和歌山県の府県境を通過し、同県和歌山市に入る。トンネルを抜け下り勾配に差し掛かり、県道和歌山阪南線のガードをくぐると、南海で最も新しい駅で、富士と大の福駅名を持つ和歌山大学前駅に着く。 イオンモール和歌山が当駅の左側すぐ堀割祝にあり、周辺は週末を中心に賑わいを見せる。沿線は徐々に開けてきて、左側に富士と大の住宅地や和歌山大学のキャンパス群、右側には能率プレシジョンや NK アグリの本社工場、遠方には和歌山市街などを見ることができる。やがて2本の短いトンネルをくぐりながら大きく、 左にカーブをして、県道和歌山阪南線と分かれ、住宅地の中を通りながら、県道古川加田線の古泉橋をくぐると、右側から、加田線が近づいてきて、同線との乗り換え駅である、木の川駅に至る。緩やかに右にカーブしながらさらにしばらく進むと、木の川に架か,かる、木の川橋梁を渡り、築堤を降りながら、右にカーブをする。右側に、和歌山経輪場が見え、 左側から近づいてくる JR 紀勢本線と、並走を始めると、右側に、住野江建築和歌山出張場を併設する終点の、和歌山市駅に到着する。同駅は、和歌山駅と並び、和歌山市を代表する駅の一つである。和歌山市駅の手前には、秘伝課の国社分岐線があり、かつては、この分岐線を通って、紀勢本線への直通列車が走っていた。 線路は一部の乗り場を除いて、その先にある単線の和歌山港線へと続いていく。都市間及び四国連絡特急として、南馬駅和歌山市駅、和歌山港駅間で特急、サザンが運転されているほか、関西国際空港が開港した1994年からは、空港線に直通する空港アクセス列車として、南馬駅関西空港駅間に特急、 ラピートおよび空港休行が運転されている。このほか休行空港休行休行区間休行準休行普通が運転されている。日中の1時間ごとの運行本数をまとめると以下のようになる。以下に、特急、ラピート、サザンを除いた種別の運行外況を示す。ラピートおよびサザンについては、当該項目を参照。ラピートは、 堺駅、岸和田駅を通過する、ラピートアルファーと、この二駅にも停車する、ラピートベータがあるが、以下においてはどちらかだけに当てはまる場合以外は、単に、ラピートとしている。各種別の現行の停車駅は数を呼び、駅一覧を参照。停車駅表急行平日の早朝から朝ラッシュ時、夕ラッシュ時と、土曜、休日の朝に、南馬駅和歌山市駅。 和歌山公駅間で運転されている。英語表記は、エクスプレス。6両編成と8両編成の運用があり、朝ラッシュ時の8両編成の上り列車に限り、和歌山市駅天下茶屋駅間で、ナンバ寄りから4両目が、女性専用車両になる。現在、女性専用車両は2000系以外の車両に、設定している。かつては終日運転で、 2001年3月23日以前は日中に1時間あたり3本設定されていた。翌24日の改正で特急が小崎駅への停車を開始し、泉佐野駅和歌山市駅間で特急と停車駅が同一になったのと同時に1時間あたり2本に減便された。さらに2005年11月27日のダイヤ改正で昼間と休日の列車が 実質上特急に格上げされ、南馬駅泉佐野駅間の急行停車駅の乗客の輸送は、空港急行と区間急行が1時間あたり2本ずつ交互に担うこととなった。また、平日夕方ラッシュ時以降も改正以前は1時間あたり3本設定されていたが、うち1本が区間急行に格下げされ、その他深夜帯を中心に区間急行に格下げ、あるいは特急。 サザンに格上げされた列車も存在した。現行のダイヤでは、下りは朝ラッシュ時を除いて特急に追い抜かれる列車は、ない。上りは、岸和田駅で、ラピートに抜かれる列車がある。初代1 0 0 0系の現役時代は、特急列車と同じ車両が急行にも運用されて、いたが、現在は原則として、特急用車両での急行の運用はない。ただ、2004年1月に、 人身事故の発生で、ダイヤが乱れた影響により、特急、サザンを急行に、変更の上1万系で運用したことがある。白字幕時代の車両の方向幕には、9と表示されていた。春木駅停車の急行8300系電車の、急行泉佐の表示通常の急行停車駅に、加え、春木駅に停車する急行。車両の種別表示幕に、 赤字に白線を加えた、白文字で、急行マイナスと記載されていたために、鉄道ファンなどの間では、白線急行、または、春木ラインと形容されていた。後述の空港急行及び歯倉崎駅発着の、区間急行の前身として、南馬駅泉佐野駅、羽倉崎駅間で、定期列車が頻繁に運転されていた。また、南馬駅棚川駅間で運転された、 神奈川線直通の淡路航路連絡急行淡路号もこれに含まれていた。春秋の降落シーズンや夏の海水浴シーズンには、和歌山市駅まで延長運転され、盆や年末年始の帰省シーズンには、特急運転時間帯以外に、和歌山港駅まで延長運転されたため、これに対応した和歌山市、和歌山工業の急行マイナス、または、 耐久表示の方向幕や赤い縁取りの標識板が用意されていた。なお、単なる、休行として運転される、春木駅通過の和歌山市駅発着の休行は、岸和田経林開催時には、春木駅に臨時停車するが、休行マイナスとしては運転されず、あくまで、春木駅に臨時停車する、休行として運転された。 1993年に棚川線直通の急行淡路号が廃止。1994年6月の空港線開業に伴う種別整理により、空港急行に名称を変更して、運行区間を現在の南馬駅関西空港駅間に変更、その後9月の関西国際空港開港に伴う、ダイヤ改正で歯倉崎駅発着は、区間急行に統合され、 定期列車としての運転は一旦消滅。その後は、岸和田競輪開催時の春木駅臨時停車の休行が休行マイナス表示を掲げ運転されていたが、それも2005年の昼間時の休行廃止により姿を消した。その後、岸和田競輪開催による春木発の臨時休行を設定したこともあったが、2017年1月のダイヤ改正では、 南波0時8分発の泉佐野行き下り一本が、久々の定期列車として設定されることになった。再設定当初は6両編成であったが8月の高野仙台や改正時に8両編成へ増車されている。なお、空港急行が強風などの影響により、空港線に入線できずに泉佐野止まりとなった場合は、白線急行となることもあるが、泉佐野 歯紫までの停車駅は、区間急行と同一であるため、区急表示とすることもある。2018年9月6日から9月7日までの南海空港線を普通時には、空港急行が臨時で歯紫発着となり、白線急行として運転していた。車両に方向幕が装備される以前は、先頭車に掲出されていた。 種別表示の丸い標識板が赤色で縁取りされたものであったため赤丸急行とも呼ばれていた空港急行がこの急行を継承した列車であるため方向幕故障時などに使われる空港急南場関西空港や関西国際空港連絡橋の通行規制時に運転されるものの方向幕に行き先が用意されていないリンクタウン駅発着の空港急行に使われる 空港級ナンバリンクタウンの標識版にも同様に赤い縁取りが施されている。空港急行終日、空港線に直通してナンバ駅関西空港駅間で日中は1時間あたり4本運転されている。急行の停車駅に春木駅が追加されている。前述の春木駅停車の急行を前進とする種別であり。 1994年6月18日の空港船会業と同時に新設された。空港船内は各駅停車で泉佐野駅を境に各駅停車となる点で実質停車駅は区間急行と同じである。6両編成の運用と8両編成の運用があり朝ラッシュ時の8両編成の上り列車に限り関西空港駅天下茶屋駅間で難波寄りから4両目には 女性専用車両になる。現在、女性専用車両は2000系以外の車両に設定されている。英語表記は、エアポートエクスプレス。種別を表す色は、休行は、車両の方向膜が、全面主色、駅の行き先案内表示器が、オレンジ色であるのに対し、空港休行は黒地に朱色、または、オレンジ色のアンダーラインが入り、また、 日本語部分に少々小さい植え付き文字で、空港の文字が入った、空港休行という表記となっているなどの違いがあり、休行とは区別された扱いとなっている。また、関西空港業に限り種別、行き先が一体となった、幕式では、朱色のアンダーラインの左側に、種別、行き先膜が、別々の線形では、行き先膜の灰色のアンダーラインの左側に、8線形。 8300K では種別と行き先の間に飛行機マークがある。駅内や駅で配布される時刻表では、関西空港行きが同様の飛行機マーク、何倍機は二重丸で表記される。関西国際空港への空港連絡列車であり、空港に接続する特急、ラピートの保管にもなっているが、本線の休行輸送も担当しており、長期休暇期間、大型連休。 本、正月など、日本の海外、国内旅行シーズンの利用客が、特に多い傾向があるほか、朝晩ラッシュ時を中心に混雑が目立ち昼間時や、土休日でも、比較的利用者が多い。ただ、泉佐野駅関西空港駅間に限れば、朝の上り、夜間の下りはほぼ空気輸送状態になっている。2005年11月27日のダイヤ改正で、 平日の日中以降、と休日の終日において1時間3本から2本に減便されたが、代わりに、関西空港駅発着の普通が1時間あたり2本、新設され、泉佐野駅で、区間急行と接続を取るようになった。また空港急行自体も泉佐野駅で、和歌山市駅行きの普通と、相互接続して、泉佐野駅和歌山市駅間での特急、サザニア、 区間急行の補完的役割も担うこととなった。2014年10月18日のダイヤ変更では、日中の三崎公園駅発着の区間急行が、空港急行に変更になり、さらにはそれまで、土休日や日中を中心に、上下ともに行われていた岸和田駅での特急、サザンの退避がなくなり所要時間が短縮された。また、日中以外でも、大幅に増え、 さらにほとんどの列車が終着駅まで先着している。強風などにより、空港線関西空港駅まで入線できない場合は、臨時に、南馬駅ン空タウン駅間で折り返し運転となるが、リン空タウン駅の種別、行き先方向幕がないため、車両側の方向幕では、関西空港駅の表示として、駅の発車表では、臨空タウン行の表示にするか、車両側でも、 別途非常用に用意されている空港急行の種別のみの方向膜と空港級ナンバリンクタウンの標識版を組み合わせるかいずれかで対応する。近年、関西国際空港への LCC 乗り入れやインバウンド客の増加などにより、海外の SNS などを通して安価な交通手段としての認知度が高まっており、スーツケースなどを持った外国人も急増し、 慢性的な混雑やマナーの悪化が問題になっている。2017年1月28日と2019年4月6日のダイヤ改正では、いずれも6両編成で運転される列車の一部を8両編成に増車し、夕方以降のほとんどの区間急行を空港急行に置き換えるなど、混雑対策に努めていた。しかし、 2021年5月22日のダイヤ改正では新型コロナウイルス感染症の流行による利用客の減少を背景に8両編成の列車の半数が6両に減車されている。区間急行朝と夕方以降に南馬駅羽倉崎駅、樽井駅、三崎公園駅、和歌山市駅間で運転されている。南馬駅泉佐野駅間は 空港急行と同じ停車駅で、泉佐野駅和歌山市駅間は各駅に停車する。朝ラッシュ時や、深夜には、羽倉崎駅始発、終着のものもあり、羽倉崎県尺への引き上げも兼ねた、存在の速達種別と言える。平日夕方ラッシュ時には、泉大津駅、泉佐野駅、小崎駅、三崎公園駅のいずれかで、特急、ラピート、 サザン及び急行に追い抜かれることが多く、終着駅まで先着する列車は少ない。歯倉崎駅以南のホーム有効長から原則として6両編成で運転されるが、歯倉崎駅発着の列車は8両編成で運転される列車もある。案内放送では区間急行であるが、時刻表や案内板の表記は区休である。英語表記はサブエクスプレス。 関西国際空港開港以前は、区間急行は、高野線のみに存在する種別であったが、開港時のダイヤ改正で、種別変更等により、本線にも登場した。種別色は、高野線では長らく赤であったが、本線では、当初から緑色である。非常用に、用意されている、区間休の標識版画も縁取りと種別の文字に、緑色が使われている。 かつては朝と深夜のみの運転であったが、2005年11月のダイヤ改正より、泉佐野駅和歌山市駅間の乗客減に伴い、大半の急行が特急に格上げされたために日中にも南場駅、三崎公園駅間で運転され、急行の代替的な役割も担った。しかし、2014年10月18日のダイヤ変更で、日中の列車が、 さらに2017年1月28日と2019年4月6日のダイヤ改正で夕方以降の列車もほとんどが、泉佐野駅以北は空港急行に同駅以南は普通車に置き換えられたため本数は大幅に減少している。準急行平日はサラッシュ時の上りのみ運転されており、歯倉先発が1本、春木発が1本設定されている。 羽倉崎駅、境駅間は各駅に停車する。なお、校内アナウンスや、車掌放送では、準急行と案内されるが、時刻表や案内板の表記は、準急である。英語表記は、セミエクスプレス。南海線では最も本数の少ない種別である。6両編成で運転され、すべての列車が、泉大津駅で、区間急行または急行と接続し、 浜寺公園駅で後続の空港急行の通過待ちを行う。そのため、泉大津駅と浜寺公園駅の3番線に停車する準急は存在しない。2005年11月26日以前は高石発南場行き、平日は南場発高石行きもあった。2005年11月26日ダイヤ改正から2009年10月3日までは4本。 2009年10月3日から2019年4月5日までは3本あった。2001年のダイヤ改正までは、岸和田発南馬駅もあった。普通終日、南馬駅和歌山市駅間と空港線直通の南馬駅関西空港駅間で運転されている。駅の放送では、空港線関西空港駅の自動放送を除き、普通車と案内されている。高野線の 各駅停車と名称を区別しているのは、南海線用のホームのない今宮恵比寿駅と萩の茶屋駅に停車しないためである。駅での停車駅の表示は、南波発が、新今宮、天下茶屋沿各駅、天下茶屋沿各駅に止まります。南波行が、天下茶屋までの各駅、新今宮となっている。なお、かつては岸の里駅、玉で、駅、 小浜駅も通過していて、現在の準急に近いような停車駅であった。そして普通とは別に1970年11月22日まで、南馬駅住吉公園駅間に運転されていた、岸の里駅まで、現在高野線専用の東側2線を経由し、今宮恵比寿駅、萩野茶屋駅及び前期の普通が通過する岸の里駅、玉で、駅、 小浜駅にも停車する各駅停車が存在した。日中は和歌山市駅発着系統が1時間あたり4本運転される。ラッシュ時、夜間には関西空港駅や羽倉崎駅、樽井駅、三崎公園駅で折り返す列車もある。また早朝には初発列車として泉佐野発和歌山市駅と高石、住隅江発南場駅が深夜には 和歌山市発泉佐野駅や羽倉崎駅の列車も存在する。いずれも上り、列車では唯一の存在であり、平日最終の泉佐野駅は泉佐野駅で関西空港発の最終の南波駅に接続する。過去には昼間時間帯でも高市駅で折り返す列車があったり、早朝のみだが、住之江発の下り泉佐野駅も存在していた。 また2005年11月のダイヤ改正までは、関西空港発の普通は原則としてなかった。2005年11月から2014年10月までは、日中1時間に2本運行されていたが、2014年10月のダイヤ改正で日中の列車が、2017年1月と2019年4月のダイヤ改正で、段階的に朝と夕方以降も、 空港急行に格上げされたため本数を減らしている。下り列車では、泉佐野駅発車後4本のうち2本が、和歌山市駅まで先着している。日中の列車は、堺駅、高石駅、岸和田駅、小崎駅で特急と、堺駅、泉大津駅、泉佐野駅で空港急行と、それぞれ接続、または、対比を行う。ラッシュ時は、貝塚駅、 三崎公園駅での接続や、岸の里多摩で、駅、小浜駅住野駅間、浜寺公園駅で対避する列車も存在する。4両、または6両編成で運行されているが、土休日は6両編成での運用が多くなる。6両編成で運用される列車は朝、または夕方に一部の区間休行空港休行運用に入るものが多いのに対し、4両編成は、 普通車限定運用である。2007年8月11日のダイヤ変更から南海本線と空港線の列車で2000系の運用も始まった。なおズームカーの運用は繁忙期には通常の21メートル車での運用に変更される。英語表記は高野線の各駅停車と同じくローカルである。毎年大晦日から元日早朝にかけて 南波駅隅野駅間が15分間隔、隅野駅歯倉崎駅間が30分間隔で、普通のみの終夜運転が行われている。なお、歯倉崎駅和歌山市駅間は、終夜運転を行わない。関西国際空港開港後数年間は、南波駅関西空港駅間で、終夜運転を行っていた時期があった。2020年の大晦日は、終夜運転を行わず、終電を、 深夜2時まで延長する予定であったが、その後大阪府内での新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止となった。2021年は終夜運転を行わず前年中止となった終電を深夜2時まで延長する予定である。正月3日日は原則として、と休日ダイヤで運転されるが、空港休行と区間休行が昼間時間帯に住吉大社駅に、 臨時停車する。そのためにから3分ほど運転時分がずれる。臨時列車は運転されないが、普通車は2度ア車が運用から外れ4度ア車によるダイソーとなる。また、一部の列車では、編成量数が変更される。2004年度までは休行と空港休行が停車し、2005年度から2007年度までは、ラピート以外の全列車が停車していたが、 2008年度以降は、再び特急、サザン、自由席特急は通過となる。関西国際空港開港以前は、昼間の休行、普通の本数が必ず6本となり、昼間のみ正月ダイヤを組んでいた経緯がある。また大晦日の深夜には、住吉大社の参拝客のために、住の江建築への入庫回送列車を、臨時の普通に仕立てて運転していた時期もあった。また、 1998年の赤市海峡大橋開通以前には四国方面の規制ラッシュ対策で急行が和歌山港駅まで臨時延長運転されたり臨時の自由席特急が運転される時期もあった特急2012年3月31日まで特急サザンラピートとは別に座席指定料金不要で乗車券のみで乗ることができる 全車自由席の特急が設定されていた。停車駅パターンは、サザンと同一であるが、全車自由席のため、サザンの相性はなく、車両の種別表示幕では、特急とのみ記載されていた。すべて6両編成で、通称、自由席特急とも呼ばれている。英語表記は、リミテッド・エクスプレスである。2005年11月27日のダイヤ改正前は、 朝のみ数本の運転であった。同改正で日中に運転されるようになったが、2009年10月4日のダイヤ改正以降は、平日と休日とも南ン発14時15分、16時45分と、和歌山始発13時、15時30分の2往復しか運転されておらず、残りはすべて一部座席指定特急、サザンとして運転されていた。 南馬駅和歌山港駅間往復に必要な所要本数は6本で、サザン用編成は7本、うち1本が予備編成となっているが、フェリーとの連絡の都合上昼間に和歌山港駅で停泊する編成が1編成、生じてしまう。自由席特急はこれを保管するために運転されていた。1968年3月から1985年10月までの間は、 新島宮駅、堺駅、岸和田駅の3駅のみ、停車の速達性を重視した列車でさらには、四国徳島公接続や、南紀直通といった、長距離輸送の役割も担っていた。1968年3月以前の、和歌山市駅発着の特急は、泉佐野駅以北が、現在の急行に近く、堺駅泉佐野駅間は、現在の急行停車駅から、 羽衣駅を除いたものと同じであったが、逆に、泉佐野駅和歌山市駅はノンストップであった。これは、1954年の登場時に姿勢を、施行していた沿線の七市に一駅ずつ停車する、パターンである。なお、末期の1966年には、新今宮駅に停車するようになったが、同年に姿勢を施行した高石市,市の羽衣駅に、停車することはなかった。 2005年11月のダイヤ改正で、昼間時間帯において、急行停車駅から、和歌山市駅へ行く、優等列車がなくなった。このため前述のサ駅から、和歌山市駅へ行くには、岸和田駅か、三崎公園駅での乗り継ぎが強いられている。1968年3月に、特急は、四国連絡、南紀直通だけとなって、泉大津駅、貝塚駅、 泉佐野駅の3駅は通過となり、1973年に和歌山市駅発着の自由席特急が復活した後も停車駅は当時の四国号と同じであった。その後の旅重なる停車駅の追加により、現在では泉佐野駅を境に北部は特急、南部はかつての急行の役割を担う性格の列車となっており、 南馬駅和歌山市駅間で最も早い急行との所要時間差は3分程度でしかなくなっていた。2012年の7月2日から9月7日まで、夏季の電力事情に対応するため、お盆期間を除く、平日の日中に特急、サザン4本を自由席特急に変更して運行した。一時的であるが、同年3月に廃止されて、以来約3ヶ月ぶりに復活した。なお、 人身事故などでダイヤが大幅に乱れた場合やサザン用編成に何らかの不備が発生した場合にサザンが臨時に自由席特急に差し替えられる場合がある。その場合は駅の放送や駅の案内表示も特急と案内される。順休九1994年以前は現行の停車駅の準急に加え朝ラッシュ時や早朝深夜を中心にたる駅。 三崎公園駅、和歌山市駅発着の準急もあった。1968年に列車系統が再編されるまでは日中にも和歌山市駅発着の準急が運転されていた。これは現在の区間急行の前身にあたり、停車駅も設定当初の区間急行と全く同じであった。また、種別表字幕が赤で準急となっており、赤準急とも呼ばれた。なお、 青で、準急と表示されている現行の停車駅の準急は、青準急と呼ばれていた。両者を区別する必要がなくなった現在でも、この青準急は、車内放送で、境まで、各駅停車の準急校と案内されることがある。1994年の空港線開通に伴う、種別整理の際に、青準急との区別を明確にするため、歯先発着の、 急行を統合した上で、区間急行に名称を変更した。各駅停車かつては、普通とは別に、南馬駅住吉公園に駅間に、現在は、高野線線用となっている東線を走行し、今宮海老水駅萩野茶屋駅にも停車する、各駅停車が運転されていた。一方、高野線の南馬駅発着列車は、 堺東折り返しの列車が各駅停車として、それ、伊南に直通する列車が今宮海水域、萩野茶屋駅を通過する。普通として運転され、さらに、潮見橋発の各駅停車も住吉東駅まで直通していた。その後、仙北高速鉄道の開業を控え、高野線の線路容量を確保するため、 岸の里駅の高野線と連絡線との合流点上にホームが設けられ、高野線の普通を各駅停車に一本化したため、1970年11月23日の改正で廃止された。他の関西施設の車両と大きく異なる点として、南海本線は下区間を通らないため、全ての車両は AA 基準基準を満たす地下鉄対応車両ではない。 南馬駅堺駅間は1885年に南馬駅大和川駅間を開業した。半海鉄道が開通させたもの。堺駅和歌山市駅間は南海鉄道が開通させたものである。半海鉄道は1898年に南海鉄道に事業を譲渡した。半海鉄道は1883年に廃止された。 工部省釜石鉱山鉄道の車両やレールの払い下げを受けて建設されたため、開業当初は838ミ、mm、リメートルという、日本では得意な機間の鉄道であった。また、鉄道国有化前は、1984年から1993年に、順次廃止された天王寺支線を用いて、大阪鉄道、関西鉄道の保有する今の、 大阪環状線に乗り入れ、大阪駅住吉駅間の直通運転を行っていたこともあった。大和田武木作詞の鉄道昇華第5集で東路線が歌われている。当時は民鉄が多かったが、鉄道昇華に登場する路線で国有化されず、民営のままなのは南海本線のみである。1929年から1930年に道路線全線と、 並行して、半和電気鉄道が開通すると、南海鉄道との間で列車のスピードアップや、割引ギップによる運賃のダンピングなど、激しい競争が繰り広げられることになる。対抗のため、日本初の冷房電車を1936年から1937年まで走らせたりした。同社は1940年に南海へ合併して山の鉄線となり、 1944年には、戦時買収によって国有化され、半和線となった。また、1934年には、競合する、半和電気鉄道とともに、黒潮号、土曜列車など、規制再選への直通運転も開始し、1940年から1951年の中断期を経て、1985年の規制本線における、急行列車廃止に伴う、 木の国消滅まで続けられた。末期の木の国に使用されていた車両は自社所有の起動車で和歌山市駅から紀勢本線に乗り入れ和歌山駅で天王寺駅発着の木の国と分割、併合を行っていた。なお、種別は紀勢本線直通の急行であったが南海本線内の停車駅は当時の特急と同じ新今宮駅、坂駅、 岸和田駅の3駅に絞られていた。旅客案内場は、ご乗車を避けるため南海線内においては、特急と案内されていた。2005年11月のダイヤ改正以降の運行本数は、日中、土日においては、関西空港開業直後のダイヤと比べて、約2割削減されている。駅名は、最終のもの。住吉駅、大和川駅は、 半海電気機動。甲子の浜駅は、高篠浜線の駅とは別の駅。路線自体は接続しなくなったものの、片線の列車は、木の川駅から南海本線を経由して、和歌山市駅に乗り入れるため、実質的には、現在も接続している。ありがとうございます。